はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からいろいろやっていましたウェブアプリ、コード進行とそしてメロディーを作るためのアプリなんですけれども、ウェブアプリになったということはモバイルでも使える、いわゆるブラウザーが動けばそれだけでいろいろできるということで、外出先ででもですね、こんなコード進行どうかなとかいうのができるということをね、見ていただくために今日は撮影をしています。 iPad の画面を撮っています。ではやってみましょう。はい、今画面にですねモバイル版の Chrome が立ち上がっています。そして GPT プロンプトジェネレーター for Code というね、新しい方のソフトがこのように立ち上がりました。これはですね、例えば D のキーでメジャーマイナーとかをこのように選ぶことができます。そしてイントロ A メロ B メロも作るのかとかいうようなことをこのようにチェックをしていくことができます。合計の作成小節数というのを変更できますので、ここでですね32小節と入れることにします。そして使用コードというのはですね、まああまり無意味なんですね。というのはチャット GPT がここで選んだジャンルとかによって変えることが多いですので、ここは気分程度と思っていてください。そうしまして小節の中のコード数ですね、一つでいくのか、このランダムにチェックを入れておくといろいろ織り交ぜてくれる場合もあります。このようにして、もし歌詞の提案も雰囲気を出すためにですね、見たいというのであれば、日本語歌詞か英語歌詞にチェックを入れておいてください。そしてプロンプト生成のボタンを押します。そうしましたら、下に長いですね、プロンプトができました。そしてプロンプトコピーというのがありますので、それを押していただきます。するとですね、クリップボードにコピーされましたという画面が出まして OK を押します。そうしましてチャット GPT の方に移ります。はい、今日はですねチャット GPT の方をちょっと使ってみたいと思います。特にモバイルで使うときは英語モードで使う方が便利ですよね。英語モードといっても左側にも漢字で出てますように、でもこれは英語モードです。下のところの Send a Message というのがですね、英語で出てたら英語モードだと思ってください。そうしまして貼り付けをします。そしてチャット GPT に聞いてみます。はい、このようにイントロ A メロ B メロというふうに僕がチェックしたところですね、このように出してくれました。そうしましたらこれをですね選択したいと思います。ちょっとマウスも一緒に使います、皆さんに分かりやすくですね。そしてこの文字ですね、セクションの名前ってあってもいいのというところなんですけれども、あっても大丈夫です。そうしましてこれ自身をコピーします。はい、今度はですね村長 GPT コードプレイヤー、この URL に行きます。 YouTube を見てくれた方は概要欄に貼っておきますし、これ専用のホームページもできていますので、解説とかもう一度見直す時なんかにも見ていただいたらと思います。そうしましてここに貼り付けをします。ペーストですね。はい、このように貼り付きましたが、今のところはまだイントロとか A メロとかそういうのが入っています。これではコンピューターがコードというものを検出できません。ですからここでコード整形というボタンがありますので、これを押していただきます。そうしましたらこのようにですねコードだけになるということです。ここで MIDI の書き出しをするんですけれども、どんな形で出そうかということで4ビートとやっておくとですね、四分音符で出してくれます。ジャン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 って感じですね。そして全音符で
やるとですね、じゃーんじゃーんという感じで、 BPM は今は120ということで出るようになっています。そうしましてベロシティを変えたりですね、例えばベース音を鳴らしたり展開系でやったりということもできるようになっています。もちろん3拍子もできる、これも今回新しく機能追加しました。ここでミディ書き出しをします。すると画面の下にダウンロードというボタンが出てきますので、ダウンロードを選びますと次で開くというのが出てきます。これを選択します。するとですね、このようなメッセージになります。今回はキューベーシスで扱おうと思いますので、ファイルに保存というところを押します。そうしますとこんなファイルダイアログが出てきます。この iPad の中のですね、キューベーシス、この中に行きまして MIDI というホルダーがあります。そして My MIDI ファイルというところがありますので、ここにコードという名前で行きますけれども、ちょっと名前を変えておきましょうか。そうですね、コード www とこういう風にしておきます。そして画面の上に保存というのがありますので、ここで保存をするんですが、 My MIDI ファイルの中にしておく方がいいですので、中に入ります。そして保存、これでですね、キューベーシスの My MIDI フォルダーに保存されたということです。ではキューベースを立ち上げてみましょう。はい、これがキューベーシスの画面です。先ほど読み込んだファイルはどこにあるかと言いますと、画面の左角ですね、このようなメニューが出てきます。この中に MIDI というメニューがあります。ここを押しますと My MIDI Files というのがありますので、ここを選びます。それではですね、最初に入っているピアノの音源で鳴らしてみましょう。はい、メトロノーム切りました。白玉だけじゃちょっと寂しいじゃないですか。これをどんな風にすればいいかと言いましたら、こんなシンセサイダーを立ち上げます。ちょっと聞いてみましょう。はい、こんなアルペジエーターみたいなものが鳴っています。ここでインターアプリ、これを選んでみます。ここの3番目にですね、オーディオキットシンセ1というのがあります。これを OK します。これが立ち上がりました。もう一度戻ります。この画面の下にオーディオキットシンセ1というふうになっています。これでやりますと先ほどのアルペジオのような音が鳴ります。こんな風にですね、キューベーシスの方では MIDI を編集するときも上のトラックをダブルクリックするとですね、下に MIDI ピアノロールが来ます。この時にこのようにグーンと上げるとですね、とっても見やすくなりますし、ヒンチをするとですね、こんな感じに拡大縮小も楽々できます。まあ僕が想像してたほどにモバイルというのはですね、DAW の中でそんなにも伸びていないというか、まあ、一部の人が特に使ってるということだけで、やはりこの画面の部分ですね。ただしですね、最新の iPad 用の OS ではですね、マルチモニターが使えるようになっておるらしいです。僕の iPad はちょっと古いんでそれに対応していないんですけれどもですね、そうなればもうDAW もとってもいいかも分かりません。ただしですね、キューベース一つとってもですね、テンポが途中で変えれないとか、まだまだデスクトップのソフトウェアに
追いついていないところも正直なところです。まあこれからというところもあるし、また外出先とかでちょこちょこっと作ると、そしてこれをですねドロップボックス経由でデスクトップの DAW の方に持っていく、そういうようなやり方が今一番便利かも分かりません。まあ何せですね、ちょっとアイデアを外出先で考えたいときに iPad で僕のチャット GPT 関連のウェブアプリが今日見せたように動くということは、まあ一つの DTM に対する提案かなというふうにも思っていますし、またそれが今話題のチャット GPT に考えさせて、そして実現している、これは今のところですねチャット GPT の考えている頭脳をですね具体的に音にするということは多分初めてじゃないかなと思います。今メーカーとかが考えている AI のミュージックというのはですね、もう全部自動でやってしまうというね、そういうものを考えていて、プロンプトで優しく静かな音楽を作ってとか言うだけでできてしまうんですが、今回僕は MIDI の音符に変えたというところがとっても斬新な考えではないかなと自分ながらに思っています。チャット GPT に聞いてみても、こういうアイデアは今まで存在しえなかったというようなことを言います。ですから僕の方も頑張ってですね、新しい分野の音楽制作の方法として皆さんにこれからもご提案したいと思っています。村長スタジオでした。ありがとうございました。